僕の喋ってるのほとんどカットになってることが多いんですけど、うん、こうしたらまた面白いこと言って悪いこと言うんですよしょっちゅうこれ使えねえなって半分カットみたいな全然健康勉強会になってないです前みかんみたいなめっちゃ食べてました。あ、そうですね、そうそう、この辺はみかんね、地場産品なんでお茶とみかんの町焼津からじゃなくて岡部町からも来てるんですけど、無人君はどうしちゃったんですか。忘れちゃった。全然忘れ、もう今日もうあれですもん、ローストビーフ焼いてきたんですけど、それで自兵さんに動画作っていただいて、うん、今ロービー4386っていうことになってるんですけど、名前がどんどん変わってくるんですけど今は。おかげさまで今再生回数の4300回ぐらいかな。じゃあちょっとそんな J さんをすごい、ありえないですよね、 J さんね、4386、今日はお土産を忘れないように持ってってもらう。そうですね、あんまり忘れちゃいましたからね。ねえ、まだ冷蔵庫に入ってるよね冷凍したロービーどうやって食うんだろうと思ってあ、そのまま食べれんじゃないですか。僕大好きじゃないですか。いや、子供なんかハンバーグの方がいいみたいね、子供はね、ロービーは。そうなんだ。ロービーは僕しか食べない、うち帰ると。ロービーって何ですか。ローストビーフ。あ、すいませんすいません適当なことばっかり言ってますから、すいません。ローストビーフってちゃんと言えばいいんですけど今日ちゃんと お作りしましたんで、すごい楽しみ。あのちゃんとビーフ食べ放題、ジヘさんに言われた通りにちゃんと作ってる。たくさん食べれないよねあれね。そんなことないですよ、すごい食べれますよローストビーフは。本当、うん、美味しいよこの人作る。本当ですか。わかりませんけど今日食べてみていただいて。はい、いただきます。たまに外れる。え、そうですね、うん、当たり当たり外れ当たり当たりみたいなスペースでやるように。いや楽しみです。毎回美味しいとね、なんか飽きちゃうかな。そんなことないです。時々まずいの挟むんですよわざわざいい加減なこと言って、うん、困ったね、本当に困った。それていうか、そうじゃないとね、味覚ってリセットさせないとダメって言われるんですね。美味しいも食べるとね、そう、下べらだんだんバカになってきますね。そうですよね、あ、ほら、やっぱり、ほら、ほら、専門家いるじゃないですか。なかなか健康勉強会に戻ってきてよかったもう帰りなさいそうです、そうですよ ね。そう、だからたまにね、まずいのぶち込むんですよ。あ、そうすると、大したことないのも美味しく感じるようになるの。それはあるから、毎日美味しい寿司食ってるとね。そうです、そうです、うん、もういらねえなってなる、ね、なりますね。うん、でも食ったことないんだよ、毎日美味しいぜひ酒と魚の町焼津に来ていただいて、ゆっくりね、美味しいお寿司屋さんもいっぱいあります。トンビとか美味しくないですか。トンビ、トンビ、私今日空いてたら買おうかなと思った。トンビ売ってる店。あ、トンボマグロじゃない。違う、トンビ。トンビってあれじゃないですか、クチクチ、クチ、イカの、イカの口、あのせんべいみたいになってるんですね。そう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 、ああいうの好きですか。あれの生です、もっとビロビロしたやつ。あ、これ煮るんですね。煮るやつ。今日土曜日だからね、魚セント休みなんで。え、土曜日が休みなんですか。あ、水曜日だ、間違え。いや、でも豊橋から来た人土曜日休みだって言ってたんで、あ、土曜日休みかと思い込んじゃったよ俺。水曜日だよ休みね。水曜日、土曜日休みで売り上げ相当悪くなりそうですね。観光の観光地ですからね。すいません、豊橋の人に騙されました豊橋の方から幹事さんの CD を買いに来てくれた人が、今日幹事さんやるんですよねって来ちゃったんだよね。うん、夜までいるのかなと思ったら、いや夜は帰りますで、いろんなことをね教えてあげたら、なんかね、そうですか、そういうこと一番おいしいんですかっていろいろメモしてたよね。あ、そうか、うん。